したところ、脂肪肝ありです。ありですか？細いのもあります。あります。脂肪肝です。血液検査の数値に問題がない人からも脂肪肝が続々発見されたのです。隠れ脂肪肝です。こちらは健康な肝臓の顕微鏡写真。細胞がびっしり並んでいます。これが脂肪肝になると、うわ、細胞の中に白い中性脂肪の塊がたくさん。気づかないうちにこの中性脂肪を溜め続けてしまうと、肝硬変や肝臓がんに進行することもあります。さらに新事実、脂肪肝は他の臓器のがんや脳卒中、心臓病など全身の病を引き起こすリスクを高めるというのです。万病のもとと言っておかしくない。命を縮めたり苦しい病気にさせる。怖いですね。そこで番組では、質問に答えるだけで隠れ脂肪肝のリスクを見つけられるチェックリストを作りました。ホームページで公開中。放送中にデータ放送でもご参加いただけます。さらに対策法もご紹介します。脂肪肝のうちに気づき対策すれば、健康な肝臓を取り戻せるんです。しかもその方法は至って簡単。脂肪肝の改善につながる食材もご紹介します。さあ、あなたも沈黙の臓器の異変を見極め、全身の健康につなげましょう。さあ、ということで今日のテーマは隠れ脂肪肝です。ゲストの皆さん、木下さん、はい、意識したことあります？まあ、僕は大丈夫かなとは思うんです。嘘つけ。本当ですか？一番なんか危なそう。そうですか、はい、僕20歳の頃から40キロ太ってるんで、ちょっと正直怖いなとは思う。気にはなりますよね。一方で木本さんはどうですか？はい、僕ね、3年ぐらい前に、結構しっかりとダイエットしたんですよ。はいはい、でもそこから少しリバウンドしてしまってるんです。ちょっと心配ではありますね。ということですね。でお隣の丸山さんなんかもうアスリートですから。そうですね、私でも現役の時は節制とかいろいろ気にしてましたけど、やっぱ現役引退してからお菓子だったり駄菓子だったり好きなものを食べてるんで、中身の方は心配です。心配ですか、はい、そしてさらにお隣、六角精児さんはお酒がお好きだと。お好きですね、はい。まあ、だけど好きなんですけど、うん、肝臓の数値はそんな悪くないんですよ。あ、そうですか。割と頻繁に検査しておりました。はい、ただ VTR ありましたけど、検査が良くても隠れ脂肪肝がいるということが分かってきたんですよね。そういう人も、それが怖いですよね。はい、さあ、ということで今日の番組はですね、お酒飲みであろうがお酒飲みでなかろうが必見ということになっております。はい、はい、こちらに脂肪肝の巨大模型をご用意しました。中を見てみましょうか。よいしょ、開けましょう。中はこうなっています。これね、この白い丸がありますよね。これが中性脂肪の塊です。脂肪肝の組織を顕微鏡で見てみますと、中性脂肪が細胞の中に入り込んでいるのが分かります。このまま放置すると多くの細胞が死んで最悪、命に関わることになります。ということになるんですよね。さあ、そして冒頭でも持っていただきましたが、こちらご覧いただきましょうね。こちら健康な肝臓から脂肪肝を経て肝硬変、そして肝臓がんへと進行していくこともあるんですが、こちらのこれ肝硬変にまで進行するともう再び健康な肝臓に戻ることは極めて難しいそうなんですが、実は肝臓というのは再生能力が極めて高い臓器です。
この脂肪肝の間であれば簡単に健康な肝臓を取り戻すことができるんです。だからここがまさに境目ということになる。なるほど。だここで対策をしたいと。しかも簡単に戻せることができるんですね。できるということです。だからこの番組で伝えていきたいと。なるほど、ね、ておりますただですね、脂肪肝には自覚症状もなく健康診断などの血液検査の数値にも現れないという場合が多いんですよね、はい、そこでこれをこちら、うん、隠れ脂肪肝と名付けました、うん、とにかくいち早く気づいて対策することで健康な肝臓になっていただきたいということで今日番組でお伝えしていきま す, そうなんです。皆さんのお悩みご質問にお答えしていきます。ツイッターのハッシュタグかホームページからお寄せください。画面上にも出ています。専門家軍団が後ほど生放送でお答えしていきます、はい、皆さんよろしくお願いいたしま す, いいです、ね、お寄せください。さあということで、皆さんの肝臓は大丈夫でしょうか。隠れ脂肪肝がどのくらいいるのか今回番組で大調査しました。血液検査で肝臓に問題がなかった皆さんも一言ではありません。隠れ脂肪肝はどれくらいいるのか日本初の大調査です。協力してくれたのは20代から70代までの男女50人。皆さん血液検査では肝機能に異常のない人ばかりです。もちろん肝臓には自信ありますよね。今回使用するのはこちらフィブロスキャン。隠れ脂肪肝を見つけるとっておきの最新機器です。日本に100台ほどしかなく通常の人間ドックや健康診断では使われることのない肝臓専門の検査機器です。そのメカニズムはこちら。機器の先端から発射された超音波は肝臓に伝わります。その反射の強さによって肝臓の状態を測定します。脂肪肝の場合溜まった中性脂肪が障害となり反射が弱くなるのです。今回はフィブロスキャンの扱いに精通した5人の専門医が隠れ脂肪肝を見つけ出します。それでは早速調査開始です。まずはこちらの男性から。結構甘いもんとかお酒は飲まないんですけど食べちゃってるんで心配って、はい、30代に入ったばかり。肝臓なんて今まで意識したこともないと言いますが、結果は脂肪肝ではありません。おっ、画面に表示された数値は218。これが240を超えると脂肪肝と診断されます。肝臓の細胞の 5% 以上に脂肪が蓄積した状態です。続いてこちらの男性。毎日お酒は飲んでいますがフルマラソンを走るスポーツマンです。スポーツマンっぽい。脂肪肝ありです。ありですか。超えてる。そうなん。超えちゃってる。黒です。はい、黒です。見えへんけどな。食べるのが大好きというこちらの女性。でも酒飲まないよ。お酒はあまり飲まないと言います、うん、脂肪肝があります。痩せていらっしゃって隠れてました。隠れてました、ね、はい、はい、はい、さらにこちらの男性。お酒は飲みませんがこの2年で14キロ増えた体重が気がかり。うわ、なんと359.5。300を超えると
肝臓の細胞の 66% 以上に脂肪が蓄積している状態なんだそう。ちょっと予想以上の数値でしたね。血液検査だけだと特に異常はないと出てたので、まさかこんな数値になるとは思ってなかったですね。今回の調査では血液検査の数値に異常がない人50人中14人、なんと 28% もの人が隠れ脂肪肝だったのです。あなたは本当に大丈夫ですか？はい、ということです。丸山さん、いやね、隠れてるんですね。隠れてる14人の方、50人中、しかもフルマラソン走ってる方もそうということですよ ね、 脂肪肝ですね。だから泉さん、結構随分多くの方が隠れ脂肪肝なんですね。そうですね、うん、数値は正常でも脂肪肝があるということで、隠れ脂肪肝、これで進行してしまう方がいるということが非常に重要ですね。ですね。で、今日実はですね、今六角精児さんに同じ検査を受けていただいておりますスタジオで生放送。六角さん、はい、気分はどうでしょうか？なんかちょっと不安ですね。不安ですか。で、測定をしてくださるのは小川さんですが、結果どうでしょうか？はい、数値の方は 383.5。 出た。脂肪肝ありとなります。ありということで、めっちゃありです。どうしましょう？かなりじゃないですか。これ生放送ですよ。どう捉えたらいいのか。 66% 脂肪がついているということですよね。そうですね。まあまあ番組の冒頭でテンションの下がる結果ですね。そうですね。まだ始まって10分ぐらいしか経ってないですけど、六角さん何も言わないじゃん。六角さん、結果相談だそうですけど、何がどうなってるのかちょっとよく分からないですけど。ひどいですよ。ありました。じゃ あ、 まあ六角さん、ぜひこちらに戻ってきていただいて、はい、再びスタジオに戻りたいと思いますけど、ありがとうございました。ありがとうございました。いや、結果出ましたけれども ね、 では六角さんがなぜ隠れ脂肪肝になってしまったのか、そのメカニズムを簡単に見ていきましょう。はいはい、こちらご覧ください。肝臓にはそもそも食事で取った糖や脂質を中性脂肪に変えて蓄える働きと、それを体で使うためのエネルギーに変える働きがあります。はい、この時食べ過ぎや運動不足などで入ってくる糖や脂質が使うエネルギーを上回ると、中性脂肪がどんどん溜まって脂肪肝になってしまうんですね。出ていかないんですね。はい、うん、うわ怖いな。ただですね、一方酒好きの方が気になるアルコールの影響は全くメカニズムが違うんです。アルコールが大量に入ってくると、その分解に手一杯になってしまって、中性脂肪の分解が滞るんです。だから脂肪肝になってしまうんです。さあ、ということで六角さん戻ってきてくださいましたけれども、どうしたんですか？あれ、急にパジャマに見える。急に入院患者みたいな。パジャマに見えるようなやつ着てきたんですよ。すいません。ただ六角さんもおっしゃってましたけど、杉田さん、この脂肪肝、なぜ血液検査の肝機能の数値に出ない隠れ脂肪肝になってしまうんでしょうか？そうですね、うん、そもそも肝機能の数値というのは、はい、脂肪肝を直接見ているわけではなく、はい、肝細胞へのダメージを見ているわけです。はい、脂肪肝の段階ですと、まだ肝臓の細胞へのダメージが少ないですので、はい、肝機能が上昇しないということがあり得るわけです。しかしこれ数値に出ないっていうことで、はい、大丈夫だと思っちゃいますよね。そうですね。はい、そこがこの番組でやってる隠れ脂肪肝ということになってくるわけです。だその数値に異常が出ない隠れ脂肪肝でも、肝硬変とか肝臓がんに進行する人が大勢いるということも分かってきているわけなんですよね。で、ご覧いただいている皆さんもご自身がじゃあ隠れ脂肪肝なのかというのを気になりますよね。うん、ということで大調査で使ったこのフィブロスキャンで測れば分かるんですが、はい、なかなか残念ながらまだあまり普及していないということなんです。そこで、はい、隠れ脂肪肝リスクチェック。イエイエイ、拍手できるよ。もっと練習しといてください。大体今これ測って悪かった人間横にそんな、そうですね。今回スタジオにお越しの泉さんに監修していただいて、あなたが隠れ脂肪肝になりやすい状態かどうか調べるテストを番組で作っていただきました。で、血液検査の数値などで問題がないというあなたもぜひやってみてください。はいはい、では視聴者の皆さんはテレビのリモコンをご用意ください。はいはい、そしてこの D ボタンを押して、ご参加ください。
画面下に参加するかどうかを聞く選択肢が現れますので、参加するを青いボタンを押して、選んでください、はい、でその後ご自身の性別年齢を当てはまる色のボタンを押して答えてください、はい、そして、まあ、パソコンスマートフォンからも参加することができます。画面上のホームページから、参加してください、はい、お願いします。こういうのめっちゃやりたくなるんですけど、あのたまに空港で見てるときにこれやってるときに、クソやりたいねんけどって言って、でも番組ホームページからね、ネットでやることもできますので、はい、ぜひやってみてください。これからですね、7つの質問にお答えいただきます。選択肢にはそれぞれ点数がありますので、うん、その点を足していってください。データ放送でご参加いただいている方は合計点が画面の左下に表示されます、はい、ゲストの皆さんお手元の札で、ご回答いただければと思います。色がついております。それでは参りましょう。隠れ脂肪肝リスクチェックスタートです。第一の質問、夜食を食べますか。夜食、はい、寝る前2時間以内の食事も夜食に含んでください、はい、当てはまるものを選んでください。ゲストの皆さん、ね、もうね分かっておりますけれども ね札を上げてください。お願いします。さあ青、赤、緑、そして赤、青という結果になりました。両国さん毎日食べるということですね。だからそんなヘビーなものじゃなくてもですよね、はい、だからおつまみ的なものも入れて毎日食べるということですね。で今回ですね、事前にホームページで回答いただいた皆さんのポイントをこちらの画面で見ていきましょう。はい、どうだ、出ますでしょうか。はい、まず1問目です。皆さん、ゲストの皆さんもスタートラインに立ってます。さあスタートしました。一気にスタートしました。これ画面左側からスタートした人々、点数が上がるに従って右側に進んでいきます。で自分が今どこにいるのか分かる。そうなんです。若干やっぱ僕のでかいですもんね。そんなことないですけれどもね。さあこの群衆がどうなっていくのか皆さんで見ていきたいと思います、はいはい、では第2の質問です、はい、通勤や買い物などの移動に車を使いますか、うん、移動が徒歩や自転車という人、電車など公共交通機関を使っている人は使わないを選んでください。さあ皆さんどうでしょうか、挙げてください。青、緑ということで、六角さんだけが緑、使わないという結果になりました。あ、群衆が動きます、群衆が動きます、皆さんも動いております。さあ皆さん動いております。さあ先頭集団リスク性の5点まで来てしまいました。さあ次は、はい、どうでしょうか。第3の質問は、うん、ジュースなどの甘い飲み物を飲みますか、砂糖入りのコーヒーなども含みます、うん、ではお選びください。お願いします。あげてください。どう、毎日は飲まんか。さあちょっとばらけました。毎日飲むのが丸山さんということになります、はい、さあ群衆がどのように動いていくんでしょうか。わあ、行きました行きました、動いています。丸山さん、木下さんがなんとリスク中に入ってしまいました。そして早くもリスク高に達したグループも出ました。ということは毎日夜食を食べて移動はほとんど車、そして毎日ジュースを飲むという方になりますが、泉さん監修してくださいましたが、この結果どうでしょう。はい、うん、寝る前の食事、それから日常での運動不足ですね、うん、それから甘い飲み物、これが3つの大きな3大要素ということになりますね。なるほど。で質問が来ておりまして、これジュース毎日飲むという人、スポーツドリンクで水分補給していますが、これも良くないのですがということですが、川中さん、このあたりはどうでしょう。そうですね、スポーツドリンクであろうとなかろうと、やはり糖分が含まれているような飲み物に関してはやっぱり注意が必要になってきます。なるほど。例えばカロリーゼロのドリンクあるじゃないですか、はい、あれって大丈夫ですか。カロリーゼロのドリンクはカロリーゼロではないドリンクよりはいいんですけれども、はいはい、甘さっていうのは人工甘味料を使ってますので、はいはい、やはり肥満とか脂肪肝の原因になってくるんですね。そうなんです。過剰摂取は良くないです。その何かこう成分が入ってるんですか、川中さん、ドリンクには。加糖、加糖、そうですね、加糖がやっぱり含まれている、うん、飲み物に関しては特に肝臓にも肝臓に脂肪を食べ込みやすいというような性質を持っておりますので、特に注意が必要かと思います、うん、あともう一個疑問点で出てくるのが、住田さん、こう果物なんですけど、果物の糖分っていうのはどうなんでしょう。そうですね、やはり加糖も取りすぎは良くないで
です。1日に10個も20個もみかんを食べるようなことは良くないわけですけど、はい、通常そこまで取りすぎるってことは通常の生活ではありませんので、あまり神経質になる必要は。みかんで1個食べたら止まらなくなる、うん、止まらないですよね。その1個じゃやめとこうって思う、はい、僕リンゴダイエットしようと思ってリンゴ食いすぎて太りましただから、まあ、ほどほどがいいそうなんですよね。しかもできるだけ夜よりも朝に取っていただく方がエネルギーの消費する感じです。おっしゃる通りです。なるほどね。もうついついねこれだったらいいんじゃないかって思いがちなんですけど、はい、バランスよく皆さんやっていただきたいと思います、はい、っていうかこのリスクチェック楽しいからずっとやります、ね、ダメだ楽しんじゃダメです。終わりがあるから。あと、ね、4問ありますけれども、はいはい、まだ途中なんですが、ね、脂肪肝を放置するとどんな深刻なダメージにつながってしまうのか、はい、患者の経験談と最新研究でご紹介します。はい、すみません、はい、こんにちは、はい、すみません、よろしくお願いします。寺田直美さん62歳です。脂肪肝と診断されたのは30代の時、人間ドックで受けたエコー検査がきっかけでした。肝臓に蓄積された中性脂肪の量が多い場合はエコー検査で見つかることがあるのです。しかし自覚症状は全くなかったため放置していました。ああ脂肪肝かみたいな感じでしたね。特に、それがとっても怖い病気だという認識はなかったですよね。ところが一昨年医師から厳しい指摘を受けました。正常の肝臓というのはここがすごくお尻のようにスムースなんです。だけどこれちょっとゴツゴツしてるじゃないですか、はい、ね、肝硬変の病なんですね、気づかぬうちに脂肪肝が肝硬変に進行していたのです。肝臓の細胞に中性脂肪が過剰にたまると細胞は死んでしまいます。するとこの画像で青く筋状に見える部分、死んだ細胞の隙間を埋める硬い組織ができてしまいます。これが肝臓全体に広がると肝硬変。そういうことなんですか。栄養素の代謝や毒素の分解ができなくなり命に関わる事態に陥ることもあります。たかが脂肪肝と思ってたわけ、単に肝臓に脂肪が溜まってるだけだと。だけどそんなことではなくて肝硬変出やすいし癌出やすい。やはり放置してたのがまずかったなと思ってすごいショックを受けました。これ俺もショック受けなきゃいけないのかな。失礼します。よろしくお願いいたします。脂肪肝から癌の恐怖に苛まれるようになった人がいます。看護師の国吉みどりさんです。お酒を全く飲まない国吉さん。異変が起きたのは59歳の時、夜勤の休憩中急に強い吐き気に襲われ血を吐きました。ゴボゴボと吐いてトータル洗面器に 4,5 杯は出ましたね、これは何血じゃないよね、うん、言ったらもうなんか意識が遠のいてきたんですよ。国吉さんは知らぬ間に脂肪肝が進行して肝硬変になっていたのです。吐血はその合併症でした。精密検査を受けるとより深刻な問題が見つかりました。
肝臓の影を見ていってるんですけれども、一番心配してるのはあれですね、肝臓のやっぱりてっぺんのところのこう白く写ってる影ですね、はい。がんが疑われる小さな腫瘍でした。国吉さんは肝硬変の影響でちょっとした打ち身でも内出血になるほど血が止まりにくくなっています。このため肝臓の細胞を取ってがんかどうかを検査することができません。そうか、血が止まらないから。心にモヤモヤはあるんです。どっちなの、このままちょっと収まってくれて元気になれるの、それともがんになってしまうの、すごく不安です。さらに去年アメリカの研究者から驚くべき発表がありました。脂肪肝は肝臓がんのリスクを高めるのはもちろんのこと、全身の臓器でがんのリスクを高めるというのです。調査ではおよそ2万人の患者を20年にわたり観察、すると健康な人に比べ多くのがんで発生率が高くなることが分かったのです。特に胃がん、膵臓がん、肺がんでは2倍以上の確率でした。一体なぜなのか。大阪大学の宮坂正幸さんたちのグループはそのメカニズムの一端をマウスを使って解き明かしました。特殊な顕微鏡で生きたままの肝臓を撮影した貴重な映像。赤く見えるのは血管、その中を動く緑の点はマクロファージと呼ばれる免疫細胞です。死んだ細胞などの異物を除去するため巡回しています。一方こちらは脂肪肝です。マクロファージが一箇所に集まっています。中性脂肪が過剰にたまったことで死んだ細胞を除去しているのです。なるほど。この時マクロファージは異物があるぞ集まれというメッセージを出します。このメッセージは血液の流れに乗って全身に運ばれ集合を呼びかけます。ところが受け取ったマクロファージが集まれの部分に気づかず異物があるぞという部分にだけ反応してしまうことがあります。その結果周囲の正常な細胞も破壊してしまいます。これが繰り返されるとそれぞれの場所でがん細胞が生まれやすくなるというのです。私たちは脂肪肝というと肝臓だけでは悪いことが起こっているように思ってますけども、実は脂肪肝が起こっているときは他の組織にかなり重篤なことが大変なことが起こっているんですよ。万病のもとと言っておかしくないと思います。さあ、分かりやすかったで す, いいですね。これはなんか随分出てよかったんですかね、私ね、これ。いやいやいや、大丈夫です。問題ないです。いきなりこ の, あの脂肪肝が宣告されて、いやいやいや、出てよかったんですね。そうなんですよ。だ VTR でも言いましたけど、たかが脂肪肝だと思っていたらということになりますね。そういうことです。だからね、ね、これからだからね、改善していけば、はい、いいということなんですけれど も, いいれども、ね、さあ、住田さん、これ脂肪肝が引き起こす病気って他にもあるんですか。そうですね、VTR でも紹介されていましたように、異物があるぞ、集まれと、そういうメッセージを受け取ったマクロファージが、はい、異物があるぞというメッセージだけを受け取って細胞を破壊するんです。
心臓の血管を破壊すると心筋梗塞、はい、脳を破壊すると脳卒中やアルツハイマー病になるといったことで全身の疾患を起こしてきます。さあということで脂肪肝はもう様々な病気を引き起こす可能性があるということなんですが、さあここで木本さん、はい、再びリスクチェックに戻りたいと思います。やりましょう、やりましょう、お待たせしました。成績 A からもらえるいいとか悪いとかじゃないですよ。これの状態でやることになってきた。ですね、温度差がやっぱ激しいなってきますね。テレビをご覧の皆さんも一緒にやってください。はい、これまで3問が終わりました。おさらいしていきましょう、はい、こちらです。1問目は夜食を食べますか、2問目は通勤や買い物などの移動に車を使いますか、3問目はジュースなどの甘い飲み物を飲みますか。当てはまる回答の合計点でリスクが分かります。足していってください、はい、データ放送でご参加の皆さんはそのまま続けてください。まだ参加していない人はリモコンの D ボタンを押すとリスクチェックができます、はい、では第4の質問に参りましょう、はい、20歳の時と比べて10キロ以上太りましたか。どうでしょうか、皆さん札を上げください。キロ以上で、ちなみに30歳未満の方は最近太ったかどうかでお答えください、うん、青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 、そして赤、青ということで我々さん以外は青ということです、うん、さあ引き続きこちらの画面でも見ていきましょう。さあ全国の皆さんの分布はどうなっているんでしょうか。あ、うわー、皆さんね、ここでリスクコーン10点以上にたどり着いた方、木下さんもリスクコーンに入りましたね。ちゃったね、森山さん抜いてもうた。はい、抜いてしまいました。さあ続いて第5の質問です、はい、タンパク質が多く含まれる食品を食べていますか。タンパク質が多く含まれるのは肉や魚、卵、豆製品、乳製品です。当てはまるものを選んでください。さあ、ウェアをお願いします。はい、どうでしょうか。緑、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 あ、全員緑、よく食べてらっしゃるということで、皆さん動きませんが、全国の皆さんはちょっとどん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 右に動いてます。お、リスク中の分布が大きくなってきましたね。うん、で、ちょっとここで川中さん、あのタンパク質をほとんど食べないという女性からこんな質問も来ています、はい。痩せようと思って最近野菜ばかり食べています。これダメですかということです。確かに野菜をたくさん摂ることはいいことなんですけれども、やはり肝臓に蓄積した中性脂肪というのはタンパクと結合して肝臓から血液に出ていきますので、やはりタンパク質が必要になってきます。ですので、あの運動をしてもやっぱりタンパク質をしっかり摂っていないとなかなか肝臓の脂肪っていうのは減ってこないというのが現状じゃないかなと思います。だからもうここでも栄養のバランスということになってくるわけなんですよね、はい、では第6の質問です、はいはい、平均の睡眠時間はどのくらいですか。当てはまるものを選んでください。どうでしょうか。まだ木本さんと六角さんはリスク低のままでございますが、さあ赤が六角さんだけ6時間以上動いていきます。さあ木下さんと丸山さん独走してますね、はい、リスクコーも増えてきました。ちなみにこれ睡眠というのは泉さん重要なんですね。はい、あの寝ている間で肝臓の細胞が修復されるんですね、うん、ですから少なくとも6時間以上は睡眠をとっていただいた方がいいと思いますね。いいということなんですね。さあここまで6問見てきましたが皆さんいかがですか、うん、いやまずいな。木本さんと比較さはまだリスク低。そうなんですよね、もう少しで中に入りそうな、入りそうな、なんででしょうね、なんででしょうね、それでもなる可能性はあるということことになりますよね。先ほどの検査もありますし、はい、あと決して全国に仲間がいると思い込まないくださいね。そうなってますけど、そこだけは注意していただきたいと思います、はい、さあ次がいよいよ最後の質問になりますけれども、六角さんにもしかしたら辛い質問かもしれません。こちらです、はい、第7の質問です。多量のお酒を飲む頻度はどのくらいですか。多量のお酒の目安を8点入るよ。ご説明しましょう。こちらでございます、うん、日本酒なら3合以上、ビールなら1500ml以上、ワインならボトル1本以上、焼酎なら300ml以上です。当てはまるものをお選びください。お願いします。ちなみに、はい、あーもう六角さん青が来ちゃいましたね。これどれぐらい飲まれるんですか。僕はまあでも多分300いってると思う。焼酎だとしたら水割りで、はい、まあ、濃いめで5杯ぐらいですか。あー、いいですね。週7日ありますがどれぐらい。毎日。あー7日間ということで点数が8点入ります。おめでとうございます。おめでとうございます。そうじゃないんですよね。そういうんじゃないんです、すいません。これか、これなんだね。と、はい、いうことでこちらの画面見てみましょうか。うん、
ということで、リスク低にいた六角さんが木野さんが上がります。そして木下さんがリスク高10点六角さんが勢いよく10点以上のところに入りました。一番大きくなった、大きくなりました。あ、本当ですね、一番大きくなりましたね。これどうでしょう堀江さん、一気に8点入るということはやはりお酒の影響が大きいんですか。はい、そうなんです。お酒の影響というのは非常に大きいものです。中性脂肪を食べ込むことにつながるという以外にですね、アルコールの毒素が直接肝臓にダメージを与えます。特に先ほどのフリップにあったような大量飲酒を毎日続けている人はほぼ確実に脂肪肝になると思ってください。そのお酒の種類によっては違うでしょ、もちろん。いやいや、トータルのアルコールの量です。種類は関係ありません。水もちゃんと飲みながらでもダメですか。いや、水も飲んでもいっぱい飲んだらダメです。もうどうしても飲みたい人たちなんですね。栄養のバランスと同じようにアルコールのバランスは取ってるんですもう先生方の前ではね。だ、一方で泉さんどうでしょ う、お酒飲まなくてもリスクが高いという方もいらっしゃると思います、はい、最近注目されているのはお酒を飲まなくても脂肪肝になってしまうということですね。ですから、まあ、全然私はお酒飲まないから関係ないと思っていらっしゃる方、これが要注意だということですね。なるほどね。さあ、青井さん、スタジオの皆さん、質問たくさん視聴者の皆さんから寄せられています、うん、特に多かった質問がエコー検査についてなんですね。こちらです。ガンマ GT が基準値を大幅に超えていたのでエコー検査を受けたところ何も異常はありませんでした。これも隠れ脂肪肝なのでしょうか。泉さんどうでしょうか。はい、これは最近注目されているところですね。従来は超音波で分かるように肝臓細胞に 30% 以上脂肪肝があると超音波脂肪肝という診断がついたんですね。ところがどうもそれよりか少ない脂肪でも進行してしまうということが分かってきて、もうちょっと早期発見が必要だということが分かってきたんですね。ですからもう少し超音波でなくて分からないレベルの脂肪肝を見つけていこう、隠れ脂肪肝を発見しようということが重要ですね。そして人間ドックで10年来軽度脂肪肝と言われています。母も肥満ではないが50歳頃から脂肪肝、祖母は肝硬変が原因で亡くなりました。遺伝はありますかという遺伝についての質問です。住田さんいかがでしょうか。非常に重要な点なんですが、はい、我々を含むアジア人日本人は極めてこの肝臓に脂肪を蓄えやすい遺伝子を持っている方が多いということが分かっています。従いましてご家族に肝硬変がんのおられる方は極めてリスクが高いということになりますので気をつけていただきたい、てくださいということですね、はい、そしてもう一問いきましょうか。脂肪肝の治療薬というのはありますかという質問です。治療薬、神中さんどうでしょうか。現在のところ脂肪肝の治療薬というのは開発中の段階でして、これといったものはないんですね。やはり食事の食べ過ぎに気をつけたり飲み過ぎに気をつけたりということが一番まあ効果的ではないかなというふうに思います。生活習慣で、そうですね、改善するしかないんですね。今日はその改善方法この後たっぷりとお伝えしていきます。楽しみにしていてください。そのあたりは、はい、引き続き質問募集していますのでどしどしお寄せください。よろしくお願いいたします。さあ、そんな中先ほどのリスクチェックの気になる集計結果が出てきました、はい、こちらリスクチェックなんと計24万5797人の方が参加してくれました。ありがとうございました。ではリスク判定の結果こちらの画面で見ていきましょう、はい、リスク5は8点以上、リスク中は6点以上ですがそれぞれどのくらいの割合になったんでしょうか。ドン、割合を見ていきましょう。さあ、群衆が一塊になります。さあということで木下さん、六角さん、丸山さん、リスク5、リスク中が木本さんということになりました。パーセンテージはこちらになります、はい、リスク5が 27%、 リスク中が 22.8%、 リスク低が 50.2% ということになりました。それではリスクごとの男女比で見ていきましょう。男性が青、そして女性が赤ということになっております。ということで男性がリスク高かなり多いという結果になりましたが、泉さんどうでしょうこの結果。はい、20万人以上の方が答えてくださったと非常に膨大な貴重なデータだと思いますね。で、まあ、約半数の方が脂肪肝のリスクがある中から高ということなんで、まあ、十分注意していただきたいと思います ね、 そうですね。なおこのリスクチェックですがこの後も番組中データ放送で受けることが可能です。ご家族でまだの方がいらしたらぜひ挑戦してみてください。はい、ぜひお願いします。さあ、これだけの方が脂肪肝のリスクがあってということが分かりましたが、これ川中さん、リスクありの方病院に行った方がいいんですか、どうなんですか。
そうですね、脂肪肝の段階でしたらやはり食生活の改善とか運動でご自身で、まあ、改善することができますのでいいかと思うんですけれども、やはり肝硬変に近いような状況まで進行している場合にはいろんな合併症を引き起こしやすいので病院に受診した方がいいんじゃないかなというふうに思います。冒頭でもお伝えしましたが、この肝硬変に行くとなかなか戻りにくくなるので、ここでなんとか止めて改善していきたいと。肝硬変に近いような状態というのはどういうふうなことを具体的に言うんですか。どうなんでしょう、うん、まあ、六角さんみたいにですけど、うん、お酒を飲まれる方はこれはちょっとやっぱり専門医に見ていただいて、うん、きちんと治療を受けになった方がいいということですね。ただ肝機能が通常の検査で正常という方も結構いらっしゃるんですね。でもやっぱり肝硬変に近い方もいらっしゃるので、それはきちんと判断する必要があるということになりますね。一方で量がダメってことですよね。どうなんですか、量は。堀江さん、お酒は健康な人ですとビールでいうと 500ml までは脂肪肝にはほとんど影響はありません。はいはい、まあ、それ以上は個人差がありますので、問題がないのを確認しながら、飲んでいただければと思います。あと毎日なのか開けたりなのかとは、焼けるとかなるのかな、休肝というのも大切なんですね。これは、そういうことになってくる。トータルの量をとにかく減らしていただくことが、はい、ただ一方で泉さん、そのアルコール飲まれない方っていうのもいらっしゃいますもんね。そうですね、今一番大事なのは非アルコール性の脂肪肝ですね、はい、この中に結構肝硬変に近い方がいらっしゃるということで、これをちゃんと見分けることが重要です ですよね。今非アルコール性という言葉ありましたけれども、はいはい、非アルコール性の隠れ脂肪肝の方が肝硬変に近づいているかどうかを知る指標が最近アメリカで開発されました、はいはい、こちらです。はい、FIB4 インデックスです、うんうんうん、血液検査で分かる AST とこの、ね、年齢ですね、はいはい、で血小板の値とあと ALT を使って求めます、うん、はい、木本さん、簡単な計算ですね。眠たなってきましたもうルートが入ってたからもう割と分かる。でもこれ住田さん、ご安心してくださいということですね。ルートも知らない人もいる、はいはい、この計算確かに複雑な式なんですが、はい、現在日本肝臓学会のホームページではそれぞれの数値を入れますと、うんうん、どなたでも自動計算できるシステムを作っておりますので、便利です、ぜひ皆さん試してみて入力したらいいんですね。ただこれ脂肪肝かどうか分かるというものではなくて、非アルコール性脂肪肝の人が肝硬変に近づいているかどうかその危険を見出すということなんです。その通りですね、肝臓の硬さが硬さというのを評価する。なるほど、はい、でこの FIB4 インデックスを使いまして、うん、非アルコール性の脂肪肝の人の肝硬変のリスクを見極めている病院を今回取材しました。危険な脂肪肝の見極めにFIB4 インデックスを用いている横浜市立大学附属病院。脂肪肝から肝硬変に進行している疑いがあったこの女性、 FIB4 インデックスを計算したところ、値は1.96 でした。正常値とされるのは 1.3 未満。この場合、経過観察となります。しかしこの女性のように 1.3 以上だと要注意、より詳しい検査が進められます。特に2.67 以上だと肝硬変やその一歩手前まで進行している可能性が強く疑われます。要注意の数値だったこの女性、日本にわずか60代という肝臓検査のための特殊な装置で精密検査を受けました。こちらが肝臓にはなるんですけれども、はい、赤色はなくてですね、まあ、緑とか青とかっていう状況なので、うん、これらを進まないようにしていくのが一番大事かなと思います、ね、女性はまだ肝硬変にはなっていませんでした。早めに見てもらってどうですか、うん、気持ち的には。すごく安心っていうの、悪くなっちゃってからじゃ遅いですもんね。危険な脂肪肝を見極めるFIB4 インデックス、中島敦史教授は肝臓学会のホームページを利用するなどして自分のリスクを見極めてほしいと話します。
病気を早く、見つける一つの道筋だと思います、はい、そこでまずその数値が高いかどうかということで定期的にそのチェックをするということがまず重要だと思いますよね。なるほどこれ、うん、ぜひということで皆さんもぜひチェックしてみてくださいね、はいはい、脂肪肝のリスクが高くて、うん、フィブ4インデックスの値が高いという人は専門医を受診することをお勧めします。一方脂肪肝のリスクが高くてもフィブ4インデックスの値が低いという方は病院に行かなくても自分で改善することができるということです。さあということで自分で改善という言葉ありましたが、はい、ここからはその対策編に参りましょう、はい、これ脂肪肝から抜け出す方法を徹底的にご紹介していきます、はい、まずは脂肪肝の原因を皆さん思い出してくださいね。食べ過ぎで溜め込んで、運動不足やお酒の飲み過ぎで中性脂肪が分解されないと脂肪肝になるんですよね。さあということでゲスト皆さんどうすればじゃあ脂肪肝を解消もうお分かりですね、はい、何でしょう。運動、はい、正解、はいね、お酒の量を減らす、そうですね、うん、あと食事もそうですね、はいはい、ということで、今回ですねできるだけ簡単なその脂肪肝の改善方法専門家の皆さんと一緒に考えてきました、はい、それを大調査で隠れ脂肪肝が見つかった皆さんに実際に試してもらいました、うん。まずやってもらったのはスクワットです。でもたったの10回、しかも1日1セットで OK。 その後15分ほどウォーキングをしてもらいました。実はこの筋トレと有酸素運動の組み合わせが大事なんです。スクワットなどの筋トレをすると脂肪をエネルギーに変えろというメッセージが筋肉から全身に送られます。メッセージを受け取った肝臓では中性脂肪をエネルギーに変えるスイッチが入ります。一旦スイッチが入ればウォーキング程度の有酸素運動でもこの反応は持続すると考えられています。だから筋トレと有酸素運動の組み合わせが重要なんです。なるほど、うんうん、ジョギングでもいいんじゃないですか。あれって有酸素運動ですよね。どうですか、続けられそうですか。着く頃には、まあ、汗がかいたりとかしてるので、うん、非常に気分転換にもなりますんで。さらに今回とっておきの食品も試してもらいました。大豆、好き好き、大豆いい、好きよ。実は最近マウスの実験で大豆に含まれるタンパク質に脂肪肝を改善する特別な効果があると明らかになりました。突き止めたのは東京大学で食材の研究をする佐藤隆一郎さんです。中性脂肪がたまりやすい高脂肪の餌に大豆タンパク質を混ぜて与えたマウスと比較のために乳タンパク質を混ぜて与えたマウス、大豆タンパク質を食べたマウスでは肝臓の中性脂肪の量が 27% に抑えられていたのです。詳しい仕組みの解明はこれからですが、大豆タンパク質を与えたマウスの肝臓ではエネルギーが足りないというメッセージが脳に向かってたくさん出されていたことが分かりました。このメッセージを受け取った脳は今度は肝臓にエネルギーを作れというメッセージを送り、その結果肝臓で中性脂肪がエネルギーに変えられたというのです。いいことなんだ。大豆タンパク質を積極的に摂るということが脂肪肝の予防ということに寄与するということが大いに期待されるかと思います。脂肪肝の改善が期待される食品はもう一つ。コーヒー、
コーヒーです。好き好き。ポイントはコーヒーに含まれるカフェイン。研究によって肝臓の中性脂肪を減らすことが分かりました。1日3杯飲む人はそうでない人に比べ脂肪肝になるリスクがおよそ1割低下するというデータもあります。だからコーヒーやったんだ。ありましたね。大豆とコーヒー、皆さんの実践法をちょっと拝見。こちらお弁当男子の茂木さん。すごい、豆腐ハンバーグをはじめおから、大豆の炊き込みご飯と、まさに大豆御膳です。大豆御膳や。自分で作り置きをして週3回は弁当ランチです。結構財布にも優しくて続けられそうです、いろんな意味で。川島さんは濃いインスタントコーヒーを豆乳と混ぜて毎朝欠かさず飲んでいます。いいところですね。こうして全員が運動、大豆、コーヒーによる対策に取り組むこと1ヶ月。果たして脂肪肝は改善したのでしょうか。うん、偉いな偉いなって皆さんご覧になってましたけれども、はい、さあということで今日はですね、改善実験に参加してくださいました隠れ脂肪肝の皆さん、スタジオに来てくださっております。よろしくお願いします。ありがとうございます。さあということで、皆さん対策前はフューロスキャンの値が240以上で隠れ脂肪肝と診断された方々なんですが、はい、再びフューロスキャンで測定して対策前の値と比較しました。さあどのくらい改善したのか結果発表しましょう。結果は皆さんお持ちのボード一斉に上げてください。お願いします。どんということで、これ6人中6人改善いたしました。すごいですね。その中で3人は脱脂肪肝ということになりました。1ヶ月でしょ。はい、結局効果ありということになったんですよね。ちょっとお話聞いてみましょうか。そちらのメガネの方どうでした、改善しました何か。そうですね、まあ、ちょっとした心がけといいますか取り組みでこれだけ改善することができるので、まあ、引き続きいろいろちょっと改善していきたい。辛くはなかったですか。辛くはないですね。本当にちょっとした心がけなので。やっぱりさっきより顔色がいいですね。本当ですか。そう見えますよね。さあ、すみださん、今回皆さんにいろいろ試していただきましたけれども、押さえておくべきポイントってのは何なんでしょう。そうですね、やっぱり効果が高いのは運動です。特に運動の中でも強調したいのは筋トレと有酸素運動の併用、ね、あれはスクワットじゃないとダメなんですか。スクワットでなくてもですね、腕立て伏せ、腹筋運動、ダンベルを上げる、そういった運動でももちろん構わない。でも実際僕も筋トレしてダイエットした口なんで、太ももが筋肉の量が多いから効果的なんですかね。はい、特にスクワットの場合は使う筋肉量が多いですので効果が大きいということです。スイッチが入りやすい。有酸素15分ぐらいでいいんですか。そうですね、15分から20分。結構少ない感じがしますけども、まあ、筋トレと併用しておりますので、それぐらいでいい。すいませんね、はいはい、例えばサラリーマンの方とかね、まあ、忙しいじゃないですか。もう帰ってからやるっていう元気がないから、うん、さっきの VTR のように帰り道を徒歩で使いたい、はい、でもその前にスイッチ入れるためにちょっと筋トレしないとダメじゃないですか、うん、これどこでやりましょうか。職場で筋トレをしていただいて、うん、帰り通勤の途中歩いていただくということです。あ、職場でね、はい、そうかそうか、職場でやっていい、はい、あと皆さんもやっていただいて大豆御膳とかできます。あれは自分一人ではちょっと難しい、難しい。ポテトサラダ入ってなかったですよね。入ってないですよ。女性は好きですよね。あ、まあそうですね、まあ、そうか、好き嫌いでは好きですから。なるほどね。青井さん、はいはいはい、質問たくさんいただいてます。8000以上質問今回寄せていただきました。特にやっぱり六角さんのようにお酒に関する質問が、ね、はい、多かったんですよ。体に負担がかかりにくいお酒の飲み方を教えてほしいという声多かったです。堀江さん、アドバイスありますか。先ほど言いましたように適量にすることです。やめられなくてもお酒を減らすことが重要で、
減らすことに勝る対策はありませんので、はい、とにかく飲み過ぎないようにしてください。やっぱり転びながら飲んだら体に負担かからないし、ね、世界中でも飲みたいんですね。もう量を減らさないと、内臓一緒ですから一緒ですよ ね、 そうですよね、はい、量を減らしましょう、頑張りましょ う、 そ、 う、ね、そしてこちらの質問です。痩せた後にリバウンドが発生した場合は脂肪肝リスクに影響は出てくるのでしょうか。こちら隅田さんいかがでしょうか。そうですね、急激なダイエットをしますと筋肉まで減ってしまいます。先ほど申しましたように筋肉というのは肝臓の脂肪を減らす作用を持つ物質を出しておりますので、はい、筋肉量を維持しながら減量するということが大事です。なるほど。で筋肉が少なくなると基礎代謝が減りますので、はい、余計に痩せにくくなる。僕はダイエットしたタイプなんで、はい、そういうところ気をつけないとダメなんです。そうですね、リバウンドって怖いですね。怖いですね、繰り返すとますます痩せにくくなる、はい、ちゃうですね。ダイエットに関連してこちら、はい、最近流行りの糖質制限は脂肪肝の予防に役立ちますかという質問も多かったです。隅田さんいかがでしょう、糖質制限は。そうですね、これも賛否あるんですが、うん、糖質を過剰に摂っている方の場合は控えていただく方が望ましいと思います。なるほど。ただ糖質を控えすぎると逆に多臓器に例えば不整脈などを起こす場合もありますので、うん、過剰な糖質制限というのは良くないということになると思います ね、 コーヒーもブラックがいいですね。その通りですね、はいはい、そしてこちらの質問です。子ども過去小学生が甘いものが大好きでよく食べます、子どもも脂肪肝になりますかという質問です。川中さんどうでしょうか、お子さんは。そうですね、最近ではやっぱり子どもの脂肪肝も非常に増えてきております。中には、はい、もうかなり肝臓が進行してしまっているような子どもも中にはおりますので、やっぱりお子さんもやっぱり気をつけていただかないといけないかなと思います。そして女性からの質問です。更年期を迎え食べる量は以前より減っているのに体重は増えます、脂肪肝にならないか心配ですと。川中さんいかがでしょうか。うん、やはり女性ホルモンは血液中の脂質も下げますし、内臓脂肪もやっぱり減らすような作用があるんですけれども、やはりその女性ホルモンが減ってきますとどうしても脂質も上がりますし、脂肪肝にもなってくるので、やっぱり更年期の世代というのは特に気をつけないといけないかなというふうに思います。だから女性ホルモンを増やせばいいんですもんね。そうですね、だから本当にイケメンとか、うんうん、あ、見るのってなんか効果あるんじゃないのかなって勝手に思ってたんですけど、イケメン脂肪肝にいいんですね。で、なんか思いません、分からないですけどね、いいでしょ、分からないですけど、好みによりますけどね。今日たくさんの質問をお寄せいただいて本当にありがとうございました。ここで締め切らせていただきます。ありがとうございました。さあということで、隠れ脂肪肝が危ないお届けしてまいりましたが、木下さん今日いかがでした。いや、だからやっぱりそうですね、お酒の量も減らしていかなんか、僕も数値出てないだけで安心はできないです。そうですよね、はい、木本さんは本当に運動っていうのを改めてやろうと思ったんで、ちょっと今日はもうタクシーじゃなくてお互い歩いて一緒に帰らへんか、明日から、明日からちゃんとやっていただきたいと思います。丸山さんいかがでしたか。なんか自分もそうなんですけど、もし私六角さんが心配すぎて、こっからも歩いて帰った方が良さそうです結構遠いんで、歩いて帰ったら逆に具合が悪くなるかもしれませんね、六角さんもお酒を、ね、やめていただきたい。そうですね、美味しいお酒を飲みたいもんですから、やっぱり絶対量をちょっと増やすっていうのを考えていきたいと思います。泉さん今日いかがでしたか。はい、肝臓はやっぱり再生能力が非常に高い臓器ですね、ぜひ脂肪肝のうちに対策を取っていただきたいと思います。はい、先生方そしてゲスト皆さん、今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。 NHK スペシャル、引退を表明したイチロー、カメラはその最後の挑戦の日々を追っていた。31日夜9時。42回目の優勝を全勝で飾った横綱白鵬関、そして大関昇進を確実にした貴景勝関、大相撲春場所は劇的な千秋楽となりました。34歳の白鵬、平成最後の本場所、目指すは全勝優勝のみ。幕内最年少22歳の貴景勝、勝てば大関昇進が大きく近づく千秋楽。まずは貴景勝、やることはやってきたと自分を信じて土俵に臨みます。相手はカド番の大関栃ノ心、負ければ大関から陥落します。
まさに大関の座をかけた一番。